さて、また話がちょっとこう深刻になってきましたんですね、ここでとりあえずは1曲聴いていただきましょう。今月は久しぶりにこの曲を聴いていただければと思います。今地月で体温、それではどうぞ。
今地づきで体温でした。はい、この曲はですね、今地づきのアルバム、月下落尺というアルバムがあるんですけれども、に収録されている曲で、長らく、この番組のオープニングソングとしてもね、使っていた曲でございます。まあ、月下落尺はもう10年以上、2003年だっけ、10年以上前のに、発売したアルバムになるんですけれども、今でもね、Apple iTunes とか Google Play とか、Amazon なんかで買えますのでね、ぜひ聴いてみていただければと思います。まあ、みんながね、こういう感じで、ささやかな幸せの中でこう満たされていれば、きっと争い事なんてなくなるんじゃないかなとは思いますけどね。まあ、なかなかそうはいかないのが人間社会の難しさというか、まあ、そういうものかなとも思います。はい。